日本人のマインドが一言で言うとお金は汚いものだというこれが蔓延していることが一番の原因だと思うんですね。もういきなり答えを言いますよ。これは時代劇です。時代劇ってどういう構造になっているか考えたことありますか？Hello YouTube! Yes! 不動産の鬼の仕事、沢茂美です。今日は九州の不動産を見るために博多に遊びに来ています。博多の駅前のここはですね、都ホテルですね。とてもサービスが良くてすごく気に入っちゃいました。今日はこれを皆さんにシェアしたいと思います。なんで日本人のマネーリテラシーはそんなに高くないと言われているのか、まあ、例えば中田さんの動画とかでも日本人のマネーリテラシー、マネーについて学ぶのが遅すぎた、学校では全然教えていない、もっと早く教えればっていうような、まあ、中田さんの動画に限らずですね、いろんな方の話では、その昔は算術を教える人がいろんな町に村に出回ってって、例えば、田んぼを測るための機械だとか、田んぼの広さを測るためですね、あとはまあ数列計算だとか、そういうのを教えて、例えば複利とかいろんなそういうお金に関するさまざまな数学みたいなのを教えていたけれども、それがなくなったからまあリテラシーが落ちたんだっていうのを話しますけれども、結局私はこう思うんですよ。そのマインド、自分たちがそういうことが正しいんだ、そういうことをやるべきなんだっていうマインドが落ちていったから、まあ、こういうリテラシーが下がってきたって、まあ、昔はどれだけ高くてですね、今下がってきたのかは分からないんですけど、まあ、他の国と比べて今の日本はマネーリテラシーが低いようだということが今議論されているので、まあ、それについて思うのは、日本人のマインドが一言で言うとですよ、一言で言うとお金は汚いものだという感覚、これが蔓延していることが一番の原因だと思うんですね。じゃあなぜそれが我々日本人の中にその植え付けられたか、これを植え付けられたと思うんです。もういきなり答えを言いますよ。これ私の思う答えですけれども、これは時代劇です。みんな時代劇好きですよね。私も大好きです。時代劇、時代劇ってどういう構造になってるか考えたことありますか？こういう構造になってるんですよ。まず主人公は誰ですか？主人公は庶民、庶民、しかもあんまりお金のない庶民ですね。じゃあその悪役は誰ですか？悪役、まあ、当時はね、士の交渉って言って、まあ、実質力があるのは商人だから、まあ一番下にして、まあ、高貴な武士と真面目な、まあ農民庶民と、まあ百姓ですね、いろんなことやってますと、まあ交渉がいて、商が一番ね低いとされたんですけども、実際は一番権力を持っていたのは、まあ、商人だったりするわけですね、一部の役人を除いて。でその悪役は誰ですか？そうなんです、この商人、お主もあるよのいちごやみたいな、そういう人が出てきてですね、で悪いことをしてお金を儲け、まあ、多くの人を苦しめてるみたいな、そういうパターンで出てくるわけですよ。そしてじゃあ正義の味方は誰ですか？それはお上です、ね、遠山の金さんにしても、まあまあ、水戸黄門にしても、ね、最後はお上がちゃんと全部見ていた、お前たちは真面目にやっていた、ただひたすら真面目に自分の仕事を全うさえすれば必ずお上、お天道様が見ていて、そして悪者に、成敗してくれる、完全懲悪、気持ちいい、悪は滅びた、悪い商人は悪いお金儲けをして庶民を苦しめていた、懲らしめられた、ありがとう、私は真面目にやってさえいたから、神様が、いやお上が、国が見ていてくれて、それが是正された、ありがとうございますって、これ誰のための時代劇ですか？そうなんです、統治機構のための、統治機構があなたの今やってる仕事に専念しなさい、お金持ち、お金儲けとかそういうものは汚いものですよ、ただひたすら自分の仕事に全うするべきなんです、そうやってやっていれば必ず報われるんですっていう、まあ、大体そういうストーリーになってると思いませんか？ね、忠臣蔵とかもね、まあ、その報われなくても私の信じた忠義のためにただひたすら自分の上司に仕えるためにこの思いを遂げるんです、まあ、大体そういうストーリーになってますよね。それでか日本人は気持ちいいんですよね。なぜならばそういうふうにおじいちゃんもおばあちゃんもみんな江戸時代の方からそういうお話がずっと続いてきて、あ、これこそまさしく忠義だと、これこそ日本人のお金がなくても
清く正しい心の在り方だって。そうなのかっていうのは自分の尊敬する親とかおじいちゃんとかその上の人たちがそういうふうにな思いを持って見ていたとなれば、子供は当然それが正しいことだって思いますよ。まあ実際正しいことである時もあると思うんですけども、その結果何を得ますか。そうなんです、お金は汚い、お金を持ってるやつは悪いことをしたやつだっていう潜在意識がどん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 詰まってって、その人だけじゃないですよ、周りの人みんなに積もってって、お互いがそういう目で見合う、そういう社会になっているっていうのが、つまりマインドがお金儲けに適さないような価値観を植え付けられ続けてきたっていうことが問題じゃないんですかねって思うわけです。つまり時代劇、これはマネーリテラシーを上げるために非常に、マネーリテラシーは勉強すればつくんですよ、じゃなくてそういうマインドにならないための国民性を醸成するのに非常に役立っていると。つまり現体制、歯車のように働く人たちがですね、どん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 増えていって自分の仕事に全うして、それを納得する社会、それでうまくいくんです。うまくいくからいいんですよ、いいんですけど、マネーリテラシーっていう面から見るとどうなんですか。これこそがまさしく日本のそのマネーリテラシーの上がっていかないとみんなが言ってるところの根源に座ってる問題なんじゃないのかっていうふうに強く思うわけですね。それでは本日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。 Yes!